ピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、アイイートはトッティトロールシャープジークと書いてるんですけど、あのトッティっていうのはね、なんだろうと思って Google で調べたんだよね。そしたらね、お姉さんとかお嬢さんとかいう意味らしいんですよ。なんでこのコースを日本語に訳すと、私はお姉さんを食べるというめちゃくちゃリアクションがしにくいコース名ですね。ただ最速クリア見てください。皆さん、ノコタンがいるんですよ。こいつどこでもいるんですよ。そんなノコタンに一つ聞きたい。お姉さんを食べたのか、ノコタン。どうなんだ。このコースですね、 YouTube のコメントからおすすめのトロールコースがあるから、ぜひやってみてくださいっていうコメントがあったんですよ。コメントくれた方はどうもありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。今日は朝の10時からやっていってるわけですけれども、皆さんおはようございます。それじゃあ最初ハテナと与えてみようか。これはコインか。うわ、右の上、これ罠っぽくない？何が出る？バネ魚。はい、それじゃあ右の土管すぐ入っていこうか。というね、普通の実況者だったらそうすると思うんですよ。でも僕あえて魚を出して、魚をね、倒していきたいと思います。ジャバーデーラ、さっきのやり返しだぜバカ野郎。うるせえ、まさか。待って、やめてよ。あのそれじゃあここはすぐ右にダッシュしてパックを避けていくね。これでいいでしょ。まあ、ここでやっていくんだろう。右ギリギリまで走っていって、キノコが降ってくるのを待っておけばいい、そういう感じでしょ。で、この針地帯を抜けると、そういうことだね、きっと。さあ、次はドクロリフトがあるな。あのドクロリフト乗ってすぐジャンプしてみるね。ジャンプ、いや、来たんじゃないこれ。このドクロリフト乗ったらすぐ降りなきゃいけないんだね。そしてこのフラワーを乗ってあのクリームを倒す感じか。すげえ嫌な感じ。しかしね、っていうかこれもう積んだんじゃないの。みんな知ってる？この地球上から人間が滅びるじゃん。イカが地球を制覇するんだって。これ見るとあながち間違いじゃないね。このリフトに乗ってクリームを落とせばいい感じでしょ。おい、なんだなんだ今の。ここはジャンプ連打で避けれんのかな。ジャンプ連打してみるね。おい、クリーム、なんで消えたの。マリオとクリームの神隠しだね。明日からイオンシネマで上映開催します。で、ここはジャンプしてハテナを叩く以外ないよな。やつらに捕まる、そういう感じでしょ。あ、雲が出てくんのか。そしてあのドアのところに行けばいい感じだね。あぶねー、あのバネに引っかかるところでした。じゃあここで雲は捨ててドアに入る、これが正解だね。さて、下に何か落ちてくるのかな。走っていってみようか。走ります。顔隠しても誰がやったかバレバレなんだよ。それじゃあここは一旦ドッスを出しておいて右に逃げようか。これが正解。やべ、何今の動き。このトロールコースマジで見たことない動きばっかすんな。ここはキノコは罠でしょ。なんでここ叩く。あ、キノコいるのか。キノコ取ります。なんで。どっかにアイテムがあんのかな。うわ、この石親父はまずいパターンだろ、きっと。多分どっかに鉄球があると思うんだよな。このちくわブロックとか怪しくない？ちくわブロック乗ってみます。うわ、なんもないのか、これは。うわ、うぜ。ここの行き道がマジでわかんないんだよね。オフサイレンって書いてるから、Pスイッチかなんか押すなっていうことかな。最初のここの針地帯、この針地帯のドアに入る前に Pスイッチが鳴ってたんだよね。あれを多分早く入って Pスイッチ鳴らさない、それでいいでしょ。多分これで次に進めると思うんだよね。ちょっとさっきのとこまで行ってみるわ。はい、それじゃあここまで来れたんだけど、合ってるかな。これで Pスイッチが鳴ってない状態で取れるでしょ、頼む。なんで違うの。多分取り方だよ、この辺で取れるみたいな、そういう感じでしょ。ほら、来ました。何をやってたんだろう。おお。わかるわけねえじゃんか、そんなの。誰か助けて。ジャンプして左、よし、抜けたね。多分これでいいんだね。あの大砲とバネのコンボにね、引っかからなかったらいいだけだったね。じゃあこのまま左行きます。さて、上のハテナブロックちょっと叩いてみるね。なんて、なんもないやんか。これはずるいよ。早くやれ、カメ、そのハンマーで。お前も何閉じこもってんだよ、そんなところで。降りてこいよ。
よし、このコースは絶対消されるわ。みんなもそう思わない？こんなコースあっていいわけがない。まあ面白いけどね、動画的にはねすごい面白いんだけど。さてここはじゃあリフトに乗ってもうどんな動きするかわかんないんだよな。一旦もうファイヤー取る。もうそれで行ってみようか。どこ行った？くっそあ、なんかさっきと違う。スタートじゃないね、なんか中間ポイントにねなってるんだよね。多分さっきの中間ポイント取れたんじゃないかな。でここで右は合ってる。ハナちゃんか、ハナちゃんの上行くみたいな感じかな。いける？いやギリギリいけそうだね。ちょっと行ってみる。よっしゃ来ました。いやなんかあるよ、ほらほらほら、こっちが正解。頼む、なんか落ち、地獄に落ちちゃった。まあ右上はね絶対違うと思うんだよね。なんでこの右の土管に入ってったら次に進めるルートがある。あ、やっぱそんな感じだね。あないぞ、この大砲はどうやって消えるんだろう。多分どっかでねオンオフが発動するやつがあると思うんだよね。あ、今ドッスンがしてくれたね。今ので砲台が消えてるんじゃないの？ほらやっぱり。そしてここはクリボーの靴をもらっていこっか。お前じゃねえんだよ。それじゃあここは一旦ドクロコースターを上にやっておこっか。やっておいてこのクリームを倒して左のツララの抜ける。そういう感じだね。さてここねワンワンの上になんか見えるんだよな。多分ワンワンの上にね乗るのが正解。そういう感じでしょ。うわなんもね、あ、なんか出てきたよワンワン。じゃあここは左上の音符を叩いて右上のこのちくわブロックの上に乗っておく。そういう感じじゃないの？来ました、ワンワン。ざまめなバカ野郎、こっち向けよ。でここはキノコを取ってつららを抜ける。うわ違うっぽいな、これ上に行けんじゃないのかな。上からこういう風に。やっぱりそういう感じだったね。さて次は右上の音符じゃねえや、パウを叩くしかないよな。このパウ叩いてすぐ逃げますね。どっか逃げる。さかなパウ押して右押しっぱ、それで回避できたんだね。そしてここはリンクは普通取らせてくれないと思うんだよな。でも取るしかない、取らして。マスターソードが封印されました。じゃあこのマスターソードは叩いた瞬間すぐ右、よっしゃでこのまま右のちくわブロックに降りていっていい感じ。もうそれは分かんないって。なるほど、バネが出てきて上のツタから行けっていう感じか。じゃあここはマスターソードを取ってバネが出てくるのを待っておく。それでいいんじゃないかな。あれ出てこんね。一旦右に行ってそして左に行くみたいな、そういう感じだね。これどうしようもなくないですか。何この引っかかり方。おねー、じゃあここは一旦右のオン変えてここでジャンプ、これが正解だね。そしてこのまま右でいいのかな。なんか変なとこ連れて行かれた。何ここ裏闘技場か、誰かここやってくのか。こいつは勝てねえ。左押しっぱでいい、左押しっぱしてみるね。さあこっから下から行くっていいよね。でうわあのバネ乗っていいのかな。乗るしかないんで乗って、 あれこっちで合ってる。何ここ、え、ここは絶対ミスった感じでしょ。これ下に落ちるだけでやられるのかな。うわめんどくせえ、走り耐久じゃねえか。ここはタイミングよくした。なるほど、ドクロリフトと丸々をタイミングよく避けて下に落ちれっていう感じが、これ地味で難しいな。そしてここ左行くのもこのタイミング、いや割れるだろその剣で、この風船は。次こそ行きます、ここここここ惜しい、もうどうかしてよ、頼む頼むから、もう嫌だ。やった。余裕すぎ。じゃあここで右押しっぱしたらいけなかったね。なんでバネに乗って何もしない。なるほど、砲台の上に乗れっていう感じか。そしてジャンプしてハテナ叩く。また裏闘技場に来てしまったぜ。待って、あいつ来るでしょ。あ、1キャップ、え、来ないの、3本来ないで、このデブー。じゃあここは一旦砲台の上に乗って右押しっぱ、それでいいんでしょ。
よし、これが合ってるね。さあ、右上は怪しいけど叩くしかない。え、届かねえ。あれ、こっち違うパターンですか。このハテナを叩いたら何が出てくるんだろう。なんなんだお前は。じゃあここはジャンプした瞬間すぐ右の土管に行く。早く。よし。さあ次の中間ポイント絶対取れないよな。ここ隠しブロックはないね。もう左に行くね。このまま左ジャンプしていくね。これで正解。なんで。いや合ってんじゃないの。頼む。いや合ってだよね。でここで中間ポイントさえ取れば。ちょっと待ってね、脱いでくる。よし、できっちり取っていこう。やった。中間にまで長かったぜ。ここ今絶対引っかかったと思ったけど、ここは何もしない。いってガボの敵をジャンプして避けろみたいな感じかな。さっきと違うやんか。じゃあ左下のね、青ブロックがなくなってたから多分これでガボを回避できると思うんだよね。さあドス襲ってくるのかな。襲ってこないね。このハテナブロックは何。なんもないか。じゃあちくわブロック降りていきます。頼む。よしよし、避けれたね。でこのまんま、あジャンプしないでよかったやんか。じゃあ左下のさ、ちくわブロックを降りたら右に走っていけっていう感じなの。あれ、カロンの甲羅入ってるじゃねえか。あ、カロンの甲羅入ってたらまずいね。ここの隠しブロック出してしまうから。それじゃあ先に進みますね。ここは何もしないで大丈夫。そうでしょ。やったね。あれ、なるほど、この土管に入れっていう感じかな。もうこの扉入るしかないよね。何があるだろう。こっち多分違うでしょ。中間ポイント戻すやつ、ここで。うわ、なんか地味な戻し方かな。うわ、嫌だ。あ、これやられればいいんじゃないの。バカめ、スーサクちゃん、ここでやられたら中間ポイントに戻らないんだよ。それじゃあここに戻ってきたんだけど、ここで右ダッシュしたらこの土管に入る。多分これで合ってるでしょ。ほら来た、これで合ってる。あだそれじゃあここはキノコ取った瞬間すぐジャンプ。こういう感じやね。でこのハテナブロックは何だろう。そんな人潰れる。そんじゃあここは右バネが出てきたなんで、このまま左に行ってクッパクラウンに乗るでいいのかな。どうなんだろう。オンオフが変わってくれないで。じゃあクッパクラウン乗ります。乗ってどうなる。でこのまま降りていけばいいのか。なるほど。そしてここは何もない感じ。下に降りてすぐ右ダッシュするね。右ダッシュ。なに。もう罠に引っかかった感じですかこれ。うわ、引っかかってんじゃねえか。え、ここどうすればよかったんだろうね。一旦降りてすぐジャンプして右。あ、これで合ってたんだね。さあ行きますか。このドアに入っていきましょう。ゴールまだかな。右に走っていってきます。これで大丈夫。そういうことでしょ。でこのままバネに乗って、いやバネじゃねえ、パウヤ。え、新耐久。ここ、これ意地でも右のハテナ叩けっていう感じだろうね、きっと。叩きます。いや、むずっけー、ここ。ほっ、これマジで難しいよ。それじゃあ戻ってきたんだけど、ここはバネが出てきた瞬間ジャンプ。これで合ってるんだよきっと。そして右にジャンプしていくしかないよな。いや、ツタに捕まっていこうか。なんか怖いから、頼む。シーソーゲー。このシーソーをどうやって抜けるんだろう。上になんかブロックみたいなのあるからジャンプできないと思うんだよね。なんで一旦右行って、オン変わった瞬間左。これで抜けれたでしょ。来ました。で、うわ、違うの。なんか違うっぽい音楽だけど大丈夫かな。これは一本じゃねえだろ、ここは絶対。なんだろう、ちょっとヒント見ていい。下にキノコってあるんだよな。うわ、全然わかんねえ。ちょっと扉入っていくね。あ、なるほど。あのスネークブロックの右下にキノコがあるっていう感じか。それはわかるか。このスネークブロックの下にキノコがある、そういう感じでしょ。なんでここ一旦下降りようか。下降りてキノコ取って上に行く。そんでさっきのブロックを壊せばいいっていう感じだね。でここはバネが出てくる。そうでしょ。あ、バネがなくても上に登れるっていう感じだね。
あれ、なんか取ってしまいましたか。ここでフラワーを取って上に行けばいいのかな。これが正解なの。いや、なんか当たってしまったけど大丈夫。なんかいろいろとさっきと違うくない。ここシーソーゲーム来るでしょ。シーソーゲーム来ないで。え、ここで合ってんのかな。なんかさっきファイヤー当たってしまったけど、この状態でゴールできる。うわ、キノコを取るなって書いてるわ。じゃあここも知りたい級でしょ。この知りたい級は僕結構簡単かもしんない。見ててね。ブーメラン、ブーメランジャンプ、ブーメランジャンプ難しい、ね、やった。あと1回、こっから多分難しいんだよ。うわ、見て、せっかく上に行けてんのに何やってんだ俺は。さっきから次はバニーに当たらないよ。ちょっと見ててね。どう。じゃあここは一旦チビになって右のドスを避ける。そしてこのまんまブロックを破壊すればいいっていう感じだね。このキノコはいらないでしょ。でこのまま右上に行って、多分キノコがいらない状態で正解って書いてたから、この状態で危ない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 。マジでさっきと違うの。ちょいちょいで、ね、かわしてくるから。うわ、どこなんだろうこれは。右下青、この青が正解っぽくない。あ、青入れないね。じゃあこの緑のどっか、こっちが正解なのか。どうなんだ。嘘、なんか違うっぽくない、ここ。なるほど、ここで右早く行って、どこも進めねえじゃねえか。Pスイッチを押して何もしないのが正解だったね。そういう感じでしょ。よっしゃ、来た。これで次は何だろう。え、何これ。あ、いや、まだ終わっちゃうよ。 B が溶けて左にダッシュしていこうか。多分それで合ってる。なんでくっそ。悔しい。テレサ助けて、頼む。このブロックを壊して、テレサ貫通できるんだったら壊せるでしょ。ゴール目前にしてね、ちょっと気になることがあるんだよね。この扉気になんない。僕めちゃくちゃ気になるんだよね。入っていきたいと思います。何だったんだろう今の。さあ、ここまで来ました。ここでジャンプしておけば大丈夫。これでもうゴールできると思うんだよね。絶対そうでしょ。でこのまま左に行けばゴール来ました。で下に降りんようにせないかんよ、絶対に。大丈夫。ほっ、やった。どうもありがとうございました。絶対いつか消されるこのコース。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ最強のキーパーということで、ゴールポールに3体のクッパがいるんだよね。そのクッパの一瞬の隙をついてゴールすればいいだけだと思うんですよね。なぜやる前からピオキングはそのことを知ってるんだと。それは秘密です。多分これそんなに時間かからないんじゃないかなって思うんですよ。ベストタイムが6秒取ってるから、6秒の時に隙が生まれるっていうことでしょ。それさえ分かればもうクリアできると思うんですよ。ただクッパがね、どんどん火を吹いてくるから、え、倒してゴール。いや、ちょっと待って、聞いてない。え、倒せんのこのクッパ。どうしよう。ちょっと待って、踏めんのかな。なるほど、あのパンを持って倒せっていうことかな。一旦見るね。一旦あのパンブロックが落ちてくるの見る。一番下だね。一番下に降りてきた時にパンブロックを持ってクッパにパンを当てろっていう感じか。わかりました。多分楽勝だよ。もうこれでクリアできるんじゃないかな。これでクリアできなかったら僕マリメルメルメル、今噛んだからなし。ちょっとよく見ておくね。まず炎の行き道を上らへんにしておこうか。でこの辺で持つ。むずけ。マジで一瞬じゃねえか。でも今のでもだいぶ分かったね。なるべくこうやってジャンプさせておいてさ、クッパの炎を上にやる。そしてその間にパンブロック持つ。来ました。いつやられたいですかクッパさん。もう勝ち確だね。この弾さえ避ければ。さあ行きましょう。行けよな。危ない。大丈夫。ちょっと待って、しっかりゴールするよ。やった。あぶねえ、ギリギリやった。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。
最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。